はい、今日はホンダフリード EHEV エア EX に乗っておりますが、はい、まあ、この後、フリードクロスターにも乗り換えたりとか、あと鉱石に行ったりとかしながらこの車を見て行ってみたいと思います。あのまず乗り始めて私思いましたのは、はい、やっぱり4気筒いいなとなるほど、そこに行ってしまうわけですが、4気筒がいいだけじゃなくて、はい、このやっぱあの EHEV のハイブリッドなんで、エンジン音そんなに高まらないじゃないですか、うん、モーターがエンジンがまあ気持ちよく回転上がっていくのに対して、はい、トルクがドーンと押してくれるというか、エンジンがガサガサしないディーゼル車みたいな、そういうトルク感、うん、難しい表現ですね、はい、の力がありますよね、とにかくね、うん、あのトルクがあるって感じ、走りに出してすぐにもうたっぷりとしたトルクがあるから、はい、そこから先あんまアクセル踏み込まなくていいし、そうですね、でそう粒が滑らかですよね、はい、やっぱりどうしても3気筒、まあ要するにシエンタとの比較になるんだけど、はい、はちょっと2000回転ぐらいまでゴロゴロするみたいな感じがあるじゃないですか、はい、そこがやっぱりこう街乗りが多い時なんか、うん、街乗りのタイミングが多い人にとってはというのかな、はい、すごく差となって感じられるでしょうね、これはね。なのでエンジン付きの車の気持ちよさが欲しいという話になると、うん、これは一つやっぱ4気筒が積んであるこれはいいなと思うんです。もちろんシエンタの方が1割ちょっと燃費がいいとか、はい、あの向こうには向こうの良さがあるわけですけども、はい、まずそこが感じられました。なるほど、はい、そして街乗り気持ちいいですね。サスペンションがしなやか、そうですね、はい、ちょっとホンダはこの辺りの乗り味掴んだというと、うん、今までなかったみたいだけど、はい、このなんだ新しいホンダの乗り味っていうのが全部統一感があるものができてきた感じがしますね。どれに乗っても、うん、あのいい意味でこういう同じようななんかこうボディしっかりしてる、はい、でもこう粘ったいい感じ、足しなやか、うん、ありますよね。そうですね、それが、まあ、この背の高いそういういろんな走りに関して言えば、ダイナミクスに関して言えば不利なこのフリードでもちゃんとあるよと、できてるよと、はい、いうふうに思いますね。で、あの先ほど実は私鉱石に乗ってしばらく乗ってたんですけども、その時の印象と今こうやって運転してる印象を比べると、はい、運転手がですね、うん、ガンガンスピードを出さない方が全部の席が気持ちいいなと思いますね、うん、つまり首都高速の、はい、あれ速度で走ってますけど、はい、これで追い越し車線ガンガン走るんじゃなくて、うん、あの走行車線、まあ、はい、首都高なので、まあ、左側車線を走るぐらいのペースで走るといい車だなと、うん、それはどうしてそう思うんですかね。やっぱりまずエンジン周りからのノイズが上がってこない、うん、そしてまあ姿勢がこの方が落ち着く、スピード出してない時の方が落ち着く車ですよね。あのスピード出すと落ち着く車って世の中あるじゃないですか、うん、低速だと乗り心地が悪くて、うん、スピード出すとバシッとするみたいな、そのちょっと逆なのかなと思いますね。まあ、これ決して高速がダメだとか飛ばしちゃダメっていうんじゃないけど、うん、まあ、結局やっぱりちゃんと使われるシチュエーションを見て作ってるなって感じですよね。でエンジンがもう2000回転以下ぐらいのこのくらい80キロぐらいで巡航してるとか、うん、はい、その辺が気持ちいいように仕立ててあるんだなと思います。なるほどね。120キロとかに出そうとすると、うん、あのかなり踏んでいかないといけないじゃないですか、はい、この車、そうしない方がいいように仕立ててあるのかなと。車がそんな飛ばさないで、うん、みんなで会話楽しんでのんびりドライブ行こうよって訴えてくれるような感じ、はい、うん、確かにそれは運転してた時にもありましたね、うんうん、それはそれででもいいもんですよ、まあ、ピクニック感ですよね。そう、あとはねやっぱりなんか余裕が、むしろ余裕が出てきて、はい、あ俺いいじゃんこんなに急がなくてもって気になんかなるんですよ、うん、あのどうぞどうぞっていう、そう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 、うん、すごいだからね豊かな感じがしたなっていうのは確かにありますね。あ、でその今回私はハイブリッドしか乗っていなくて、はい、ガソリン車乗ってないわけですけど、はい、ハイブリッドと比べてガソリンどうなんでしょう。なんでかというと、うん、まあ、今までのフリード見てくるとガソリン車って下取り高いんですよね、はい、ちょっと気になってる人も多いんじゃないかと。なるほど、僕もテストコースでしか結局乗ってないんですけど、エンジン音とかやっぱりね、うん、この車が、まあ、全体にこの車音とか頑張ったおかげで、ガソリン車の方ってもちろん当たり前ですけどいつもエンジンかかってるわけじゃないですか、はい、そういう車だからこそそのしっかり車車体を仕立てたことのメリットが、うん、もしかしたらより出てるかもしれないですね。なるほどです、はい、だからもちろんあのすごい静かですとは言わないんですけど、はい、回すシチュエーションもあるし、うん、なんか嫌な音じゃないっていうんですかね、はい、ちゃんと嫌な成分は削った気持ちいいホンダミュージックとまでは言わないけどホンダサウンドが
聞こえるかなと思います。で、あの一つ大きいのがね、車重が軽いんですよね、うん、これが動きに結構影響してて、この EHEV 乗ってると別にあんまそう思わないんですけど、ガソリン乗り換えるとね、あ、軽快だなと思うんですよ、はい、やっぱちょっと差がありますね、差というか違いがあるかな。そうだから実はホンダの開発の人たちも、はっきりそういうわけじゃないんだけど、走り楽しみたい人は、ね、ガソリンいいですよみたいなことをなんかチラチラ匂わすんですよね。そういわゆるなんていうんですかね、まあ、昔からホンダ車乗ってましたみたいな人だったら、はい、軽くて軽快っていう、そう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 、そういうイメージの、かつシャシーの仕立てがすごく現代的ないいやつって感じだから、はい、意外と走りが楽しめるっていう、うん、そういうメリットがある。特にやっぱり AHV ってフロントに当然ね重いものが乗ってるわけじゃないですか、はい、チューチューしてるっていうのかな、はい、そう、それに比べるとね、あの実はガソリンの方が前後バランスも良くて、まあ、このボディしなやかな足、まあまあ付きのいいエンジン、今回ねポート噴射にしてるんで、パワーは落ちてるんだけど、なんかそれを感じさせないね気持ちいい感じがありましたよ。そう、まあ、今ポート噴射って言いましたけど、ポート噴射にしたのは直噴よりやっぱね静かだからだそうなんですよね、はい、まあそれ他のホンダ車も同じようなことやってたりしますけど、まあ、なるほどなと、スペックばっかり追うのがこういう車じゃないよなという感じもする、うん、一方でステップアップシフト制御とか入ってるんですよ、はいはい、ブーンブーンブーンって、ね、うん、踏んでいくとなったり、あのブレーキングでちょっとこうシフトダウンとかしてくれたりとかね、そういうのもあるんで、あの意外と面白い、楽しい、ちゃんと気持ちよさを意識して設計されてるわけですね。そうですね、やっぱりこう走りの楽しさだったらどっちかって言ったらガソリンで、快適性、居住性、そうみんなで楽しむだったらハイブリッド、まあ、EHEV みたいな、なんとなくのキャラ分けはできてるのかなと思います。今ブレーキの話ちょっとありましたけど、うん、このハイブリッドの方もブレーキいいです、何の違和感もないですよね。何の違和感もないし、街乗りの時も本当にピタッと止まりますね、あのピタッとこう意のままに停止寸前でスッと抜くと、はい、スッと止められるじゃないですか、うん、そうそう、ね、それが自然にできるのでとても運転しやすいです、はい、でじゃあやっぱり気になるのは、2列目でしょう。特にこの今日めちゃくちゃ暑いんです、はい、あのこの夏最強レベルの暑い日ですので、はい、鉱石クーラー付きのこの空間というのはどんなものなのかを試してみようかなと思います。はい、島下さんが鉱石に来ましたか、はい、この車はリアクーラーが付いているんですが、はい、まず一つお伝えしたいのは運転席側からオフ、なるほど、オフにしました。しないでください。リアコントロールもできて、はい、風量もここでつまみで調整して、なるほど、変えられるので、はい、これはいいですね。まあ、実際には後ろの人が降りた後に前から消せるっていうのがね大きいのかなという気がしますが、はい、いいですよね。そして今これ見ていただければ横サンシェードもちゃんとあります。まあもちろんねお子さんがいる人なんかにとってこれは必需品だから、まあ、ないわけはないと言いたいんだけど、はい、はい、これがねあるのはやっぱいいですね。こうやってサンシェードこう上げて、リアクーラーつけていると2列目は非常に快適な空間になりますね。これは2列目画面の長さが、はい、あの12分になるんです、うん、空間としてはやっぱり快適ですね、はい、そうですね。ただ画面あの全体的にフラットなあのシートなので、はい、横に揺さぶられるとちょっと辛いのかなと、うん、ああそうですか。僕はね結構座面のこう横幅もあるからそんなに気にならないですね。うん、あの十分満足できてるなと思います。で、これ繰り返しになっちゃうんですけど、ウォークスルーしやすいように肩周りのちょっと絞りとか入れてるんですけど、その代わりねこうサイドサポートはまあまああるんでハードコーナリングされても平気ですよと僕は思ってる。まあもちろんね体型とかまあね大小いろいろあると思うんで人によってっていうところはもちろんあるんですけど、まあ僕はいいんじゃないかなと思ってます。あの全体にレベルは高いかなっていう感じですね。はい、アームレスト出しました。はい、あ左右ともありますね。うん、まあこれはビジネスクラスだとは言わないですが、エコノミークラスの我慢よりかはもうちょっといいですよやっぱり。うん、だから十分長い距離乗れって言われてもいいかな。まあよくあるものですけども、この前席の背後の部分にポケットがあって、まあいわゆる携帯とかね入れておけるよというのがあります。あとは USB-C ついてますね。フロントには USB-A なんですよ。ただリアシートは前席のね背後にそれぞれ USB-C がついていると。
いう形ですね、うん、よくわかりませんが全部 A だったりするよりかはもちろん大変ありがたいというところ。まあ、実はこれね、もちろん3列目も今回快適性をすごく考えていて、リアクォーターウィンドウを、まあ、斜め跳ね上がったこうデザインではなくて、フロントからね水平に引っ張ってくるようなデザインにしてて、こう横を向いても壁じゃなくて、まあ、窓の外が見えるようになってます。だから3列目までも外れ席じゃないようになっている。まあ、これは以前にテストコースでの動画でもお伝えしましたけども、今回はねこの6人なし7人が全員がねすごく快適、楽しく旅ができるって言うんですかね。その静粛性のおかげで話もしやすいし、まあここにクーラーあるから熱い思いしなくていいしと、もうそこがね コンセプトが決して変わったわけではないと思うんですが、さらに煮詰められたというんですかね、うん、そういう感じがしますね。はい、フリード EHEV クロスターの 4WD の方に乗り換えてまいりました、はい。島下さんが試乗されてる動画をもう皆さんご覧の上でこのビデオを見てると思いますので、はい、あの多くのことはそちらで語られてるとは思うんですが、うん、私が思うにですね、はい、鉱石、特に鉱石、うん、さっき実は乗ってたんですよ私、はい、どっちの車もね、はいはい、鉱石の乗り心地というか、うん、落ち着きがあるのは明らかに、4WD の方ですね。はい、なるほど、はい、あの細かい、まずこう前後方向への動きが出にくい、というか、まあ、後ろからやっぱ押されてるので、うん、全体にブルブルしないんですよね。そこの落ち着きがあって鉱石はすごい、うん、あのリラックスして乗ってられるなと、うん、一方で重いので、エンジンがうなってうるさいという、はい、そうですね、はい、そこは ありますね、はい、なのでどっちがどうにとは言えないんですが、うん、私だったらまずこの四駆を選ぶかなと思いました、うん、はいはい、で、クロスターです。クロスターはもう走りは別にあのエアでもクロスターでも変わらないの で、はい、でこう見た目とユーティリティで選ぶものだと思うんですが、うん、見た目がねあの走ってる姿を見ると良いですね、うん、新しいあの、シグネチャーランプの光り方があるじゃないですか、うんうん、それとこのグリルの中か、はい、ステンレス調のグリルの、はいはい、これがなんか後ろから迫ってくると、コンセプトカーであったあのホンダゼロのコンセプトか、あれになんかね近いものがあるんですよね。だから未来のホンダを感じるんですよ。形としては、はい、まあ、まああえて言えばこういうだけだけど、うん、なんかやっぱり、まあ、同じ人がデザイントップにいてやってるからあるんですかね、うん、面白いですね、はい、まあ確かにちゃんとホンダに見えるわけですね。で止まってる時のグリルの中に、ナンバープレートの脇にあるわけじゃないですか、はい、あのステンレス、そう見えてるんですよ。走ってくるのを見ると なんかグリルの中がもう全部あれに見えるんですよね。うーん、すごいでっかいステンレス調のものがあるっていう、はい、まあ、そういう印象を受けましたね。なるほど、はい、なかなか面白いですね。ホンダらしく見えるし新しくも見える、うんうんうん、いいじゃないですか。だからそうするともうあとは、ユーティリティはもうそれぞれの、ね、生活に合わせてという話になるので、はい、3列がいるのか、うん、それかもう2列でいいのかという、そうですね、はい、そこで選ぶことになるのかなと思います。はい、はい、そうですね、2列目をねだからベンチにするかこの 2、うん、人乗り、まあ、2人乗りにするか、うん、つまり6人乗り7人乗りにするかっていうのもそこも悩ましいところだし、まあでもそれは大体生活に合わせてでいいんだと思うけど、基本的な車の素性はどれに乗ってもいいよねと思いました。そう、まあ難波さんが言ったように 4WD だとちょっともうちょっとお馬さんがいてもいいかなという感じはうなるという、お馬さんがうなってるという、うん、そうですね、ちょっとね上り坂で踏んでも2人乗車でなかなか速度が伸びていかない、うん、まあ80、90から100までの間とかなんですけど、うん、そこでやっぱちょっとストレスというかがあるかもねというのは思いましたね。ただエンジンの息吹は感じられるので、このホンダの 1.5 リッター4気筒のサウンドはエンジョイできますね。まあそうですね、はい、だから車好きはいいかもしれないけどね、うん、あの全開できないじゃないですか今時車、はい、なかなかねこの車本当全開させてくれるし、まあそれはそれであのまああえて言えばの話でね、うん、そう決してもううるさくてもう困るとかそういうことじゃないから、はい、まあその住んでる環境で中央道をバンバン走るとかなのか、うん、それとも常磐道とか東海湾岸道なのかとか、まあその環境でどういう高速をよく使うかと考えれば、はい、いいことなのかなと思いますね。まあそうですね、あのまあ話戻っちゃいますけど、どれ選んでもとにかく全部のレベルが明らかに仙台より上がってて、はい、仙台も相当いい車だと思ってましたし、実は四駆に関しては僕すごいいいイメージがあるんですよ、うん、ホンダの四駆ってえって感じあるじゃないですか、はい、
別になんかやってましたっけぐらいのもんですよ、うん、正直ね。それを僕覆しされたのは実はね、先代のフリードの四駆だったんですよね、うん、あの雪道で試したら、あ、こんなに安定性あるんだと、うん、形式的にはねデュアルポンプ式でしたっけ、まあ言ってみれば大したことのないオンデマンド四駆かと思ったらすごい良かったんですよね、はい、そう、実はやっぱりホンダとしてもすごくね、ここに来て四駆の技術をこう開発してるっていうのかな、制御、うんうん、あのまああえて名前は出しませんけど、よそのメーカーでも当たり前にオンデマンド四駆多いじゃないですか、はい、FF ベースだと。だけどあれいいの結構あんな、うん、っていうことに気づいたんですって。だからうちももっとやんなきゃやれることあるぞということで、例えば、ベゼル、はい、今回四駆新しくなってるんですけどとか、このフリードとか、うん、制御とか、まあ駆動力自体も上げてるし制御も良くしてる、うん、だからその辺が出てるんで、これはね、そうそう、そういう意味で言ったら ZRV とかもねやりましたよね、雪道で僕試乗したの動画を上げてますけど、全般に今いいんで、僕はねやっぱこの今のホンダの四駆っていうのはねちょっと興味深く見ているという感じはあります。先代フリード乗っていてすごい気に入ってるっていう人は、うん、はい、フリード下取り高いので、あのもう迷わず買い替えてしまっていいと思いますし、そうですね、これはシエンタとは正直言って、うん、あんまり比較されそうでされないんじゃないですか。そう、サイズと、はい、まあ、なんとなく3列ってところが一緒だけど、はい、実は結構狙ってるところが違う車ですよね、これね。微妙にずれてますよね、うん、はい、いい意味でずれているから。そうです、まあ、だからこそいいライバルになるなと。だから皆さんぜひ、あの片方考えてる人はもう片方乗ってみた方がいいですよね。そうするともうどっちが自分に合ってるのかが、そうそうそう、3列目まで乗ってみるとよくわかるかもしれません、うん、まあ、私もちょっと気になるので、つかそのうち借りてきて比べてみましょう。値段はちょっとだけフリードの方が高いようですけど、はい、これは販売店の皆さんに頑張ってもらいましょう。そうですね。